お疲れ様です7月13日朝9時の暗号通貨ニュースコイン月光からお届けしますまずはコインの上場情報ですけどもなんとですね昨日から今日にかけて10種類以上のコインが上場してますあの上場前のコインの情報ってのはカッでね掴んでると思いますけどもそういうのとは関係なくもっと有望なコインってのがね現実に上場して大きく利益を分配してるっていう事実はあんまり知られてないんですよね まあそう考えていくと、多くの方のその情報源が YouTube であるってことは、まあちょっとね、情報に振り回されやすいような流れを作ってると思います。実際は、あこう販売元のね、ホワイトペーパーなり、このコイン結婚の中でも、上場前の情報とかって、あの、見ることができますんで、そちらの方をやっぱり見るのをね、軸にした方がいいと思うんですよね。で、取引所の数が1152とまた増えております。こういったところも注目に値しますね。えそして、ビットコインの 優位性なんですけど、ドミネーションですけども、50.7%、イーサリアムが16.7%。実は、ちょっとこれ低いんですよね。ですんで、暗号通貨市場全体は、まあ、多少持ち直してきてるんですけども、ビットコインとイーサリアムの伸びがないっていうふうに判断します。というのが、ビットコインって、この前 51.、51.2%とか3%をずっとね、安定的に持ってたんですよ。イーサリアムも17.1%なんですよ。わずか 0. 数だから関係ないじゃんって思うかもしれませんけども、 暗号通貨って1万5千ほどあって、その中のたった2つがです、ね、65%以上のシェアを持っている、ドミネーション、支配しているということを考えると、この2つがあのコンマ数パーセント動くだけで、まあ、こちらのね、出来高、時価総額にすごく影響があるということが分かります。で、この2つが伸び悩んでいるのに、こちらの方が持ち直しているってことは、イーサリアム、ビットコイン以外の暗号通貨が全体的に持ち直しているという評価なんですね。 ご覧のようにビットコインとイーサリアムほぼ変わってないところ他の暗号通貨っての軒並み、まあ、グリーンですよねサインがこれなんですよだから例えばカルダノとかっていうのは、まあ、5円ほど上がってるわけですよねでリップルも3円ほど上がってますまあこういうふうに見ることができますその他はね本当にイーサリアムビットコインっていうのはまああんまりパッとしてないというかそこまで極端に上がってないんですよねまあ上昇傾向にあるんですけどもね 0.3%、0.2%の上昇なんで、まあ、これも大きいんですけども、まあ、実際にドミネーションの方を見ると、やっぱりビットコインは51%以上出してもらいたいなっていうのと、イーサリアムも17%以上出してもらいたいなってところですね。そうなってこそ初めてビットコイン、イーサリアムが適正価格に近づくというふうな評価ができるかなと思っております。もちろん適正価格っていうのはね、もう現実にどっかに数字があるわけじゃなくて、リサーチしてる人の中で適正価格っていうのはだんだん当たりがついてくるものなんですよ。 で、そう考えていくと、柴犬コインっていうのは、0.004円前後っていうのがね、適正価格だと思いますので、まだまだ上昇するんじゃないかなというふうに私は見てますね。で、繰り返しますけども、柴犬コインは今年の1月0.0014円以下なら買いましょうってうことで、随分多くの方が購入したみたいですけども、そして3月に利格のタイミングもお知らせしました。これで全員利益のはずなんですよ。で、その時に決済しなかった方も、今、十分な含み益をね、取ってるところだと思います。まあ、あとはね、 全ては個人の判断ですから。まあ私が言ったからロボットのようにその通りにやるっていうことではないんですよ。で、私も皆さんの資産がね、どのぐらいあって、どれにどのぐらい投じるのかってことを指示したりとか、それからお勧めしたりすることはありませんから。私はこういうふうに考えてこうしてますよっていうふうなね。まあそういうふうな情報の共有に留めさせていただきます。はい。えー、以上ですかね。じゃあ今日は以上でございます。